シプムは、懸垂式の常用モノレールシステム、およびその開発プロジェクトの名称。開発は、シーメンス社で、シプムは、セメンズ・ピープル・ムーバーを略したものである。シプムは、ドイツ・ドルト・ムント氏の、H ・バーン、および、デュッセルドルフ空港の、スカイトレインとして実用化されている。H ・バーンの、H は、ハンジャ、つまり、ぶら下がっていることを意味する。シプムは、 自動運転システムを備えており、コントロールセンターで運行が管理されている。運転手は乗務していない。ダイアグラムに基づいた運行のほかエレベーターと同様のオンデマンド運行が可能である。シプムは、毎時1万5000人程度の輸送力を想定した、中規模軌動系交通機関として開発された。シプムシステムの総六動系は、 隣のフランスで開発されたサフェージュ式モノレールに酷似している。箱型で下にスリットを開けた走路を仮設し、その中にゴムタイヤを履いたボギー台車を格納し、スリットから腕を伸ばして車体を喧嘩する。走路側壁にガイドホイールが接触して案内を行う。独自のシステムというよりは、 サフェージュ式の派生型として運行管理などをセットにしたシステムと考えるべきであろう。開発想定最高速度は時速 60km。開発は1973年に西ドイツ連邦政府が1125万ドイツマルクの研究反則費を負担して開始された。 1975年7月21日に180メートルの試験船がデュッセルドルフに完成し、1976年には1.5キロメートルに拡張された。ドルトムント市の H バーン最初の実用化は1984年5月2日で、ドルトムント工科大学の南北キャンパスをつなぐ路線として開通した。この路線は H バーンと呼ばれている。 H バーンは、開業時点での延長は 1.05km、車両は2両が用意された。建設費は2400万ドイツマルクで、うち75%が、ドイツ連邦政府、ノルトベストファーレン州政府が20%、ドルトムント氏が5%を負担した。軌道を支える柱の間隔は、2つのキャンパスを区切る、道路をまたぐところで一番。 広く38.5メートルとなっており、またその道路付近の自然保護地域では高度16メートルに達している。駅にはプラットホームと走路を区切るガラス製のホームドアが備えられている。1993年には3年の歳月をかけて第2期工事が行われ、900メートルの延長とアイヒリンクホーフェン駅、スバーンとの連絡駅の2駅が増設された。 車両も3両が追加された。このシステムには様々な新規技術が投入された。例えば車両の停止位置制御は3センチの精度を実現している。こういった技術によって高速運行や高密度での運転を可能としている。さらにその後、2003年12月19日には近接するテクノロジーパーク駅までの延長線 1.2km が 開通、総延長は3162メートルとなった。この延長にかかった費用は約1550万ユーロであった。h バーンは2つの路線に区分して運用されている。両線は南キャンパス駅で連絡している。他に予備車及びメンテナンス用の車両が存在する。h バーンのさらなる延長は以下のルートで検討されている。 デュッセルドルフ空港のスカイトレイン同様のモノレールシステムはデュッセルドルフ空港にも導入された。こちらはスカイトレインと呼ばれている。スカイトレインはシャトルバスを代替するものとして2002年7月に開通した。空港ターミナルビルとインターシティ鉄道駅の 2.5km を結んでいる。駅は空港ターミナルビルに2カ所、駐車場に1カ所。 インターシティ連絡駅に一箇所、他に総合イベント会場のデュッセルドルフメッセ駅とフットボールスタジアムのエルチーユアリーナ駅があり、全6駅となっている。最高運転速度は時速50キロメートル。このスカイトレインは無駄に凝った仕様が盛り込まれており、その当然の帰結として初期故障が続発した。そのため、共用開始後に、 長期運休と改善工事を余儀なくされたこともある。しかし、改善工事後は、概ね問題なく、使われているようである。ありがとうございます。